こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。在宅輸出で月30万円稼ぐ方法。アマゾン輸出サポート内容。オーストラリアアマゾン輸出個別フルサポート。600人を超える会員さんにサポートしてきた経験であなたに合った商品探し。初心者でも稼げるようにサポートしています。転売初心者はもちろんのこと。パソコン音痴、英語アレルギーの初心者でも稼げるようにサポートしています。パソコン音痴でメールに画像を添付することができなかった。英語アレルギーでアルファベットが記号にしか見えなかった。儲かる商品探し、何から手をつければいいのかさっぱり見当がつかず途方に暮れていた。こんな状態からでも半年で独立企業も可能な輸出ビジネススキルを身につけることが可能です。アマゾン輸出サポート会員成果報告。オーストラリアアマゾンサポート実績。1ヶ月間の売上が3万ドルを突破した会員さんも出てきています。また、それ以前にアメリカアマゾン、ね、始めた会員さんは、アメリカアマゾンで30日間で3万4千ドル。年商になると4600万円。あるいは2万2157ドル。1万4167ドル。1539ドル、6828ドルと、短期間でここまで成果が上がるビジネスは Amazon 輸出以外にありません。そんな Amazon 輸出に取り組むためのサポート方法、週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメルマガを配信します。 Amazon ではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。これは丁寧にサポートしていただいてありがとうございますと。アップグレードする場合はどうしたらいいでしょうかというね、感想をいただいた、その画面キャプチャーです。ここまで丁寧にサポートする、丁寧に対応するサポートは他にはありません。私のサポートはわかりやすい。だから私のサポートを受ければ稼げます。オーストラリアアマゾンの効率的な取り組み方はわかりづらいです。Google 先生も eBay 実践者、アメリカアマゾン実践者のアドバイスも役に立ちません。理由はオーストラリアの習慣がわからないし、オーストラリアアマゾンは始まったばかりでデータが少ないから。オーストラリアアマゾンに特化したサポート専門の私だけが効率的に成果を上げる方法をサポートできます。新サポート、アマゾン輸出サポートメニュー。私のサポートには3種類のサポートがあります。個別フルサポート、チャットサポート、マニュアルサポート。その違いは、まあ、ざくっと書くとこんな感じなんですけど、まあ、実際にサポートを受けてみようと、ね、決められた際には、無料スカイプで、どのサポートが向いているか、サポート内容の説明、それからあなたの希望なんかを聞いて、相談に乗ることが可能です。今月11月30日、ね、火曜日までサポートの申し込みを受け付けています。その申し込み期間中に無料サポートの、無料スカイプ相談の、相談希望というのでね、日時を書いてお知らせください。無料スカイプ相談、あるいは電話の相談の方は、来月になってからでも可能です。オーストラリアアマゾン輸出サポートサイト、それからチャットワークサポート、チャットワークサポートの、実例です。質問内容に制限はありません。仕入れをすべきか、見送るべきか、いくらで出品すべきか、商品補充は何個入れるべきか、もっと稼ぐべきか、稼いだ金を何に使うか、すべての決断を私に丸投げすることも可能です。そして、スカイプサポート、月2回、1回45分間で、予約制でご利用できます。そのサポートサイトとサポートメルマガ、それから、チャットワーク、
そしてスカイプを使ってサポートするサポート項目。まず、販売に必要な銀行口座を開設します。そして、オーストラリアの Amazon のアカウントを登録。それから、一番のポイント。Amazon で販売する商品探し。NG 商品は何か。また、購入者や Amazon からの連絡に対する対応。これらをすべてサポートしています。ここまで丁寧なサポートをするから、初心者でも稼げるようになります。無事1回目の FBA 納品をした後の感想をいただきました。これね、FBA 納品というのは、Amazon に送ると、まあ、商品はすべて Amazon が梱包発送してくれますんでね、そのサービスを使うために、日本で買い物をした商品を、アメリカ Amazon、あるいはオーストラリア Amazon に送る、納品のことです。無事、不安でしたが、登録できました。発送できました。ということでね、私がいなかったら発送できませんでした。ありがとうございます。という嬉しいレビューをいただいています。